こんにちは、商品部です。今回は、脱力測定器を簡単、に紹介させていただきたいと思います。うちのホック使っていただいているお客さん、うちのプラホックは本当に脱力大丈夫かなと、心配されるお客さん、いらっしゃると思いますけど、今回簡単の、テストを、やっていただきたいと思います。あらかじめで、ホックを用意しましたの でこれから、機械を使って、どこまで、いけるかちょっと実験したいです。で、ホックは下でちゃんと固定、動かないように固定します。爪をしっかり詰まってなります。プラプラの状態で、ただ力かかってない状態で一旦リセットします。今ゼロ状態になっています。でこれから、力を加えたいと思います。ゆっくり引っ張っていきます。でちなみにですけれども、今黒い線、変えてるところは、アルコミの基準になっています。当然ながらうちも、その国の基準をクリアしています。でまた全然問題ない。そしてこれから、完全に、脱落します。どこまでいけるかちょっとやってみます。はい、いきます。ちなみに今は140ニュートンになってますけど、まだまだいけそうなんで、あ、取れました。はい、今は完全に取れたので、もうキャップ原稿の外れました。で表示は142ニュートンになっています。はい、以上で商品部でした。ありがとうございました。